でした。お願いします。お願いします。今日はあの元年始まって以来の水着のポートレート、僕もすごい楽しみにしてたので、今回モデルを務めていただきます花見彩子さんです。ちゃんです。見た通りスタイル抜群にいいんで、僕の一押しのモデルさん。200ミリの F1.8 です。ありましたけど。すごい。ないです。今ないんです。これなくて今 F2 に変わりました。超重？重い。いや重いのよ。重いってさ、ブロックヘビーだからさ。前に下がっちゃう。あ、重心がね。すごい。重本先生がとりあえずこんな風に僕はとってみます的な見本を見せようと。こんな感じのリズムでやろうと思います。お願いします。ファインダー覗きながらですね、心の中でもいいですから、好きだ好きだっていうね、3連発はね、好きだ、好きだコール練習しませんでしたね。好きだ好きだ好きだ。皆さん朝だからまず体がほぐれてないから、ちょっと彼女に向かって声かけます。せーの、好きだ好きだ好きだ。皆さん徐々に近寄っております。この合わせる例えばフレーミングの目の位置にその A のポイントがあると。重本先生が要さんを寝かせてしまおうとしています。下のタイルが熱いのです。手持ち苦しいみたいな。すごい。ちょっとペドしてない。全然しないです。黒焦げですか。今の感じなんかいいかなと思うんで、まあ、あまり長い時間今回取れないんでね、ちょっとだけやっていただいて、なかなかこうやってかけにくいんじゃないですか。意外と皆さんシャイなんですよね。この天気の良さは大変です、モデルさん。ここに視聴調整のやつが高いんですか。それがいいっすよ。まあ、こんな感じですごい。水着の広告っぽい。じゃんけんぽい。グーカチグーカチグーカチ。はい、骨折の順番を決めております。はい、どうでしょう。はい、終了。終了。一人何分ですか。1分。一人1分。ここまでの今日一応先生がチェックしております。引けなかった。いろいろ引くともっといろんな邪魔者がいっぱい入る。ああ。もう風が。これ皆さんちょっと回して皆さんに見比べてみましょう。じゃあ皆さん丸くなって今日一の画像を出して隣の人に回しましょう。これがなんか面白いから入れたみたいな感じでね、こういう意図も分かるんで、ね、こういうスペースなくたらいいんじゃないですか。面白い面白い。水着を着替えしました。そしてシチュエーションもちょっと変えるようですね。はい、変えられないで。じゃあお願いします。はい、せーの。はい、かーい。プールがあるスタジオならではのシチュエーションでございます。おー、今のシーンはチェック中。チェック中。あ、ダメ。これかベストショットだと言ってた瞬間です。すごい連射の音がしております。すごい連射。それニコン D4 連射。すごい人間モーターとか。すごいな。おお、白く見える。白いよ。お尻のカーブが可愛い。もうなんか要さんはね、スタイルバッテリーが入っております。
骨盤前傾スタイルですね、これ。このままちょっと後ろにこう反り返るってことで、なんか板側がすごいね。スタイル抜群。はい、入っております。このね、こういうのはなかなかできないですね。ね、頑張ってるんです。頑張ってる。苦しいはありますよ。頑張っても普通できない。終了。夜の好きですね、皆さん。なんか上からっていうのがなんか。3パターン目の水着のお着替えを待ちながら皆さんちょっとしたランチタイムでございます。スタジオの中は涼しいんですよね。3つ目の水着です。うわ、また出ました電車。うわ、すごっ。もう、お、なんかジャンプした人がいますよ。なんか下に水着を着て、先ほどの水着より一枚着てるのに、どうしてみんな興奮してんでしょう。わあ、先生のこのセクシーショット。おお、さっきより露出が減ったのに、どうしてこんな色っぽいんですかね。すごい。あのシチュエーションで撮った重本先生のカットです。すごい、素晴らしい。ちなみにこれも私の仕事です。最後の衣装はかっこいいですね。おー、かっこいいですね。これは重本先生が撮影した要さんの最後のポーズです。水着を下に着てるんですけど、何も着てないように見えますね。こんな感じで撮ってみましょう。はい。